はい、こんにちは、藤尾でございます。日曜日の昼ご飯。はい、チャーハンを作りました。今、自分で作りました。こうがいいかな。ん？これは、まかないっていうかですね、日曜日なんで、いろいろ整理してたらいろんなものが出てたしとか、母ちゃんいっぱい買うんですよ。いろんなもの買って、まあ彼女的にはですね、YouTube のものを協力しようとか、いろんなもの作ったら喜ぶだろうっていろいろやってくれてるんでありがたいんですけど、この、毎日変えないといけないというなんか、そういう使命感に感じてるのかわかんないです。いろんなものを半端で割らすんですよ。こう、キムチだったり。よくキムチ、チャーハンとかキムチうどんとか、キムチ、この白菜のキムチ。あれが冷凍したんですよ、私余ってたんで。とか、レタスも余ってたんで、ちょっとこう、だからちょっと、あんまり良くないんですけど、ただですね、チャーハンとか焼きそばとか焼きうどんとか、毎日やってると簡単に美味しくできてくるんですよ。だからぜひ、お金のない方とか、お弁当屋さんとしてはですね、おすすめです。まあ、いただきますけども、今日は簡単に食べて、話したいこともいっぱいあるんですよ。テレビとか見てて、いろんなこと突っ込みたいこといっぱいあってあるんですけど、あんま伸びないんで。食べる動画でやってる伸ばしてる人がいっぱいいるんですよ。またそれが食べてるだけでおっちゃんとかが、私もああいう風なのがいいのかなって、もしですね、いいですよ、喋ってもいいですよって、聞きたい、聞いてますよ、継続して聞いてますよっていれば、まあ毎回言ってますけど誰も反応しないんで、まあ良くないってことなんですよ。ただ動画的にはですね、長い動画伸びてるんですよ、私の場合。まあ意味は分かります、理由は分かります。あとは YouTube の戦略とかいろいろ理由がわかるんですけど、 YouTube やってる方はわかると思います。で、見る方には申し訳ないなと思って思いながら作ってるんですけど、ただあれが伸びるんですよ、確かに。とか水近いのとか、いただきます。で、これはですね、食べながら話します。いただきますよ。白菜、これはレタスです。これは白菜です。卵も入ってます。人参とネギも余ってました。玉ねぎはあるんですけど、天ぷらに使うんで、あんまりこういろんなものを使いたくないんですよね。だから貧乏飯には向いてると思います、私が作るものって。これお醤油とか卵2個ぐらい入れたらめちゃくちゃ美味しいですよ。ただこれ卵1個限られた分の中でやってる方いますけど、これも人たちに負けないぐらい安い商品でしょ。大体もう端材っていうか、もう弁当屋の残り物なんで、人参、卵、レタス、あとキムチ、これはお醤油も入れてます。キムチの味です。塩コショウはきました。がいつも残ったご飯、残ったご飯ですよ。残ったご飯を冷凍かけてるんですけど、いっぱい置いてるんですよ。いつも置いてるじゃん。そこに置いてるのは、私が食べるもの置いてるんですけど、たまに映ってます。私、ここに置いてます。日付書いて。この下が日付になってます。裏返したりして。で、日曜日はもうずーっと、これを食べてんね。母ちゃんが言うのは美味しいらしいですよ。作れて、本人は作ったものを食べるか美味しいかもしれませんけど、私は日曜日もこう食べるじゃないですか。あんまり食べたくないですよ、平日は。で、お米もあるんで、わざわざ冷凍のもん、冷凍のもんは油で強く炒めた方が美味しいんですよね、私は自分がイメージでちょっとこう腹を痛めたりするんで、イメージですよ、考えすぎて。だから強く温めたら大丈夫。これ全部強く温めてます。これに魚とかハムとかいろいろ入れば美味しいんですけど、牛肉ソーセージでも何も入ってないです。だから今日夜はまた仕入れ王が、これ別皿も入れてないです。仕入れ王がまた豪華なの作るんで、結構見ていただけば、日曜日のは張り切って頑張って作ってくるんで、
これで昼はいいと思います。あ、つまらない。あとこれも やろうと思ったらやりませんでした。なんかソース、これ美味しいです。で、夏場はこれ一気にいけるんで、こっからなんですけど、残るんですよね、最近。だからもう落として、ここがこう、なんか腐敗が早いのかな、落として飲んでます。夜中に、仕事するときにも飲むんで、ちょっと、腐敗はしないと思うんですけど、気持ちの分ですよ、先ほどから言ってる。うん、とんかつの味ですね。うん、コクが出てうまい。それで今動画だから入れましたけども、今までで5円ぐらい使ってるんですよ。10円から5円以内。だから動画撮らないというか、極力我慢してそのまま食べてます。サウザーも結構使ってます。タラをかけたまであのサウザンが伸びてるんですよね。サウザンアイランドドレッシングです。うん、とんかつソース入れてます。僕は調味料の会社にいたんですけど、20年、もっといたんですか。で、ずっと居酒屋とかバイトとかもしてきて、今ベンチャーやってるんですけど、調味料はとんかつソースと醤油とケチャップだけでいいです。あと味塩コショウ、あと使わないです。唐揚げ粉も小麦粉だけで十分です。最近はもうでんぷんも使ってません。でんぷんですよね、片栗粉使ってません。本当は使ったりしていろんなの美味しいの作りたいんですけど、もう今はそんな時代じゃないかなって。今はちょっと我慢しました。だから YouTube で早く伸ばしたいんですよ。いろんなことできるんですよ。今もいかに抑えてこの中で儲かるかっていうのをやってるんで、歯もですね割れてきてるんですよ、どん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 。もう行った時になんで早く来なかったんですかって言われるのが怖いんで、別の歯医者行きますけど、言わないようなところ。あとね、今払えって言っても言われても払えないのに、なんでこうここまでほっといたんですかって。まあ病気しててもそうですよ、言われてもですね。じゃあただでやってくれるんですかって問題ですよ。さっき僕があの、まあ見ていただけば分かりますけど、保険入ったんですよ。去年ぐらいまではもう30年終わって、繰り越しでまた新たにやって払ってたんですよ。1万5000円ぐらい払ってたんですよ、毎月。もうお金なくなってきてやめたんですよね。やめたっていうよりもですね、1ヶ月ぐらい遅れたんですよ。前はですね、ブズム金ってあるじゃないですか、そこで、あれで2ヶ月ぐらい待ってくれたんですよ。もう、来ました。もう、終わりましたって来ました、通知が。やめさせられてました、向こうから。まあ良かったんですよ。それでね、10万ぐらいまた戻ってきたんで、あの時は、去年の今頃だったと思うんです。もっと前かな。だから入るときはですね、スーパーの店長と仲良くなって、お願いって言って、その店長が好きだったから入ったんですよね。だから良かったのは、他の、いいじゃない、会社員だと他の保険会社とか来るじゃないですか。いろんな生命会社。あれも全部お断りするんであれば、まあ1万円くらいだったんです。その当時は9000円くらいだったんですよね。お断りするんで良かったんですよね、他のもの。お金もったいないから。何が年が来て、まあ、満額になって、やったら、まあ、辞めさせられたみたいな、辞めさせられたっていうか、向こうから
払え、1、2回、1回ですよ、1、2回ですよ。1回払えなかっただけでもう終わったんですよ。さっきぼーっとその会社のコマーシャル見てたら、まあ、保険会社なんで、家の保険やったんですね。大丈夫ですよって。家はなくなっても、建てることできますからって言ったんですよ。その建てることできますってどういう意味なのかなってちょっと悩んでたんですよ。あ、お金くれるんですかね、保険会社が。建ててください。このお金でどうぞってくれるんですかね。立ててくださいって余計な遅いじゃないですかね。多分。まあそういう文句じゃないですよ。で、家はなくなるけど、いいことですよね。立て直せますよって。じゃあ立て直すはどう、歯もなくなるけど、っていうのが結びでなんですけど、お金のない人っていうのはですね、いろんなところでいろんな悩んでいろいろ考えるんですよ。なんでこんなこと言ってんだろうって思うんですよね。だってこの間同じような会、同じ会社ですよ。そこが私の保険をなくしたのに、保険はなくなっても、保険は入れますからねって言いたいんですかね、じゃあ。だと思います。いいことですね。矛盾します。だからよく、前にも会いましたよ。ラジオで今度言ってたと言ってたじゃないですかって電話かけたと言ったら、ラジオが、とかの頃、テレビとかが大げさなんですよ。私だってそこまで言ってませんって言うんですよね。でもそう言ってませんっていうのをかけてるんだったら止めればいいじゃないですか。それを聞いた我々はそれでそう言ってましたよって言うじゃないですか。何でもですよ、何でも。あの人たちが大げさなんですよ。自分たちなんかカウント取るらしいですよ。このラジオを聞きました、このテレビを見ましたって。それで競ってるから仕方ないんですって言ったんですよ、その人が。おかしい話ですよね。おかしい話がいっぱいあるんですよ。うん、文句ばっかり言っても始まらんで、早く食べます。だから話したいこといっぱいあるんですよ。ただあんまり興味ないみたいなんで、ただでも私の場合やり続けてきたからアンチも少なくなってきましたよ。やってるたんびに文句言ってきましたか前は。そのたんびに消してきますが、その人たちに。おかげでそういう人少なくなりましたよ。コメントも少なくなりました。食べ物食べててコメントとかで、何が違う、あれが違う、こんな風にしたらいいとか言うじゃないですか。食べ物は、食べ物はって変ですけど、食べ物は、こだわりでいいですよ。差し出せそうとか言いますけど、誰が考えたんですか、決まりなんですか、法律なんですか。いいんですよ。醤油から入れても、胡椒から入れても、順番は。誰かが考えたんですよ、覚えやすいように。だって逆にあれを反対にした場合に、なんかわかんないんですけど、科学的にあれから後に入れたらこれに、この、まあ、言えば H2O みたいななんかが結合して旨味が出るかもしれないですよ。それを調べたんですか、サシスでその中に砂糖を入れて、酢を入れたら、その砂糖に絡む何かが落ちて、じゃあその時に鶏肉だったらどうなんですか、アミノ酸系の食べ物だったらどうなんですか、それがもずくだったら何ですかとか、いろいろあるじゃないですか。だからもう関係ないと思いますよ、私は。それが口に入っていくわけですから。で、これはなんでって言ったら弁当屋だから分かる話。弁当作ってて。あんなの考えててやってたら間に合わないですよ、多分。だからバッと作って、もう味覚で美味しいって判断で経験でできるもんなんですよ、これも。もう最初見た時にこの具材入れてこうやったら、もうキムチで消すしかない。で、味が薄かったらとんかつソースをかければいい。もうとんかつソースでこれ正解ですよ、もうこれは。うん。で弱ってる具材なんで、油で強く揚げて、お米も冷凍かけたお米なんで強くやって、自分の体も騙すんですよ。これは安全ですよって。だからまた困るでしょ。弁当は騙してませんよ。毎日だから同じものを同じように作って、安心で安全なものやるんですよ。だからそれに対してあの人はタコライス作れとか何々やれとか言いますけど、同じもの同じように安心できて、一食は大事ですかね。これが食べられないもんだったらかわいそうなんですよ、私が思うのは。
美味しいって食べるのよりも、私たちは食べた後に健康であったり元気が出たり仕事が頑張れたりはかどったりもたれなかったりとかいうのを考えるんですよ。たまたま食べ買ったもの美味しそうだなって買ってたまたまこのお昼ぐらいに食べたくなくなったらどうなんだろうとか考えた場合には、仕事する人って買ったものを例えば昼買うとか持たせてくれた奥さんが持たせてくれたもの頭の中に入れながら仕事してる人もいると思うんですよ。今日はカレーだ、カレー食べるためにはこうやってこう頑張ってカレーで頑張ろうって思いながらやる。これが仕事、私の仕事だと思って、弁当のありがたた。だからフーチャンプルを美味しく作る、キャベツを美味しく作る、今日は野菜炒めを美味しく食べたいなって思い込めて作ってるんですよ。みんなそうだと思うんですよ、ベンチャーさんやってる。だからそれが一発、あの、なんていうか、コロナの時に流行った唐揚げのデカ盛りとかドカ盛りとかとんかつのドカ盛りとかやって、我々がもう売れなくなってきましたけども、それも決めましたけども、あれには負けないと思いますよ。誰もできないですから、とんかつバーンってソースいっぱいかけてはいどうぞっていうのは。何を言いたいんですか。これが美味しいだけ。これ早く終わらせて、あーダメだ、このぐらい伸びたらもうダメだ。うん、早く終わらせて、早く鳴らします。ありがとうございました。レモンティーマン、あ、入れたんだよね、もう忘れてます。ここに入れたんですよ。はい、最後まで食べますんで、さよなら、ありがとうございました。